号 U 日産日本代表のパリ五輪を応援枠ガチで決まらない模様。マジで誰になんねん。大岩坊監督率いる U 日産日本代表は5月30日、来月アメリカで行う同国代表との国際親善試合に向けたメンバー25名を発表した。24歳以上のオーバーエイジ枠となるメンバーが不在となった中、ナショナルチームダイレクターの山本雅邦氏が敬意を明かした。 U 日産日本代表はパリ五輪アジア最終予選を兼ねた U 日産アジアカップで2度目の大会制覇を果たし、8大会連続となる五輪出場が決定。本大会ではグループ D に入り、パラグアイ、マリ、イスラエルと対戦する。五輪メンバー入りへ最後のアピールの場となる米国遠征には、 U 日産アジアカップで仙台となったメンバーでは GK 鈴木ザイオン、DF バンブーナガンデカシーフらが復帰を果たしている。一方、今回のメンバーには OA の3枠が含まれておらず、山本 ND が経緯を報告。長い時間かけて丁寧に進めてはおりますとした上で、移籍の可能性が高い選手も多いですし、そういう意味で移籍先が決まったとして、そこから交渉に入っていく過程の形になってきますので、そこのハードルはかなり難しさを極めている状況と固まりきらない現状を明かした。OA 候補となる面々の中には、所属クラブの来期監督が決まっていないとか、そういうような状況もあって動きがなかなかスムーズにいかないと山本 ND、 交渉はスムーズにいかず、確約というか実際にパリ五輪に出場できるというところにまだ至ってないと明言した一方、ただ我々が扉を閉ざしているわけじゃないので、メンバー登録のギリギリのところまで努力は続けていくという覚悟は持って進めてまいりたいと思いますと語った。ネット民の声、もうかず、こん、前園でええやん。対戦国はどこも A 代表より五輪優先できるから、オーバーエイジ最大限活用してくるのに不利だな。OA いらんよ。それな、少なくとも海外組は呼べんよ。CB に板倉や富安入れたらこの世代の CB が腐っていくからやめた方がいい。入れるならそう薄いフォワード。そういう意味ではフォワードも一緒だからオーバーエイジ使わなくていいよ。富安、板倉、町田、田中碧の招集を断念だもんな。大したメンバー呼べないなら OA なしでいいよ。OA 枠は大迫、長友、柴崎とか海外からので戻り組でいいんじゃないかな。ベンチにいて経験を伝えられる選手がいいよな。大体 OA で使うのは CB と GK。 あなたの国見ても GK は特に差あるし、 CB は全試合出られるからだと思うが、当たり前だけど MF が一番多いぞ。印象だけで物考えてる、知恵遅れの言うことそのまま信じるって知恵遅れのすることだぞ。本当は選びたい海外組との交渉失敗なら大迫、庄司、上田の多いは出し鹿島系で良いでしょ。南野は遺跡もないだろうし、呼んでもいいんじゃ。全然駒不足だし、本田でもええで。今回紹介した記事や引用した内容については概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。